皆さんこんにちは、ブッシュンブレードの大泉です。今日はですね、こちらのナイフ、ビーバークラフトの DK1S というドローナイフの使い方と、紹介をしてみたいと思います。柄がこう両側についてまして、片刃になっております。こちら側がフラットで、反対側に片面だけにこうベベルがついた刃物になります。こういった丸木ですね、グリーンウッドクラフトなんかをやる方、自然木を加工してなんか作りたい場合の、皮を剥いたりとか大きく材を取り除くときなんかに使えます。両手で持って使う道具になりますので、万力とかウッドワークベンチ、またこういったシェーブホースですね、みたいなものが必要になってきます。通常、皮とかをこう削り取る場合ですね、こちらのフラットの方を下にして両手で保持して木に押し付けます。フェザースティックを作るような感覚で引いて皮を剥いでいきます。こういう感じですね。で、皮を剥いたりする作業以外にもですね、こういった四角い角材ですねの角を取って面取りをしながら、こう丸棒を作っていくという作業も可能です。やり方は同じです。固定してもらって、こう角のところから感じでですね、角を落としながら丸くしていく作業ですね。はい、こういう感じであっという間に四角から丸にすることができます。これをうまく加工してスプーンにしていきたいと思います。で、まずそうですね、これ結構まだいらない材が大量についておりますので、ドローナイフを使っていらない部分を削り落とします。はい、でこれはですね、斧を使ってもらってもいいんですけれども、ドローナイフだともう少しこう丁寧に、でこれ結構ね、もう薄くなってますので、あまり削りすぎないようにするためにドローナイフでやっております。
はい、これで今裏の平面に対して表側もだいたいこう平面といいますかなりました。で、材があまり細くなりすぎるとちょっとまた後で修正しにくくなりますので、ここで一度スプーンのお皿の部分を作ってしまいます。